東高安山級駆逐艦四天王の三女長春だよ。東高海軍の大黒柱として船員育成やノウハウ蓄積に大いに役に立った。ん？武順姉さんまたトラブルを。安山姉さんは大変ね。駆逐艦長春着任したよ。寒いのは別に苦手じゃないよ。厚着してるのはあったかくて気持ちいいからだもん。指揮官おはよう。へへへ、もう朝じゃないけどね。ちゃんが買ったものはここにないよ。こう見えても私たちは結構な名家の出身だよ。夏は大元が通気性の高いのを用意してくれるから大丈夫だよ。武順姉さん、夜の学園は一人だと恐ろしいお化けに出会っちゃうよ。指揮官もこの服を気に入ったなら大元にもう一着作らせようか。指揮官はこんな人なの？任務大事ね。次はあれ、なんか倉庫が燃えてる。あ、私の天心が。新しいメール？うんうん、ちょうどこの机の足に支えるものがなくて。みんなにマッサージしてくるね。痛いの痛いの飛んでけ。指揮官、そんなんじゃダメだよ。学園のお化け？私、オランダの涙ってものがお化けに効くと聞いて武順姉さんに教えただけだよ。窓が割れた？よくわからないけど。うん、指揮官もここを見つけたんだ。秘密基地？よくわからないけど。そういえば指揮官、私の天心を見なかった？え、あれは食べれないよ。指揮官、水遊びなら学園裏の浜辺はおすすめだよ。ん？何も企んでいないよ。たまたま指揮官が浮世を買ったのを望遠鏡越しに見つけちゃって。暑苦しいから着ぐるみを脱いでほしいって。指揮官が一つ約束したらいいよ。委託が完了したよ。私の天心もあるよね。ミサイルはいつになったら実装するだろう。なんで戦うの？今日も何事もない日ね。
失敗したっぽい。黄金奇名の白虎、我が粛清を見定めて。面白くなるよ。私から永遠に離れないと約束してくれるなら、これをもらってあげるよ。まあ、たまには嘘でも信じるのが私の長所だからね。